願いします。めっちゃ右行った。すいません。緊張ほぐした、緊張ほぐした。緊張にしてはいいですね。首切り選手権。ホームコース、ホームコースですね。さあ、愛ちゃん、愛ちゃん、リンゴルフオープン、はい、初めてです。取り出でホームコースで、ホームコースで朝一完璧だったね。でもずっとぶん曲がってたんですよ、でもめっちゃいい当たりして。ほんと、はい、よかったです。よかったね、はい、ドッキリやったもんね。再生回数がやばいですよね、あれ。みんな見てるよね。みんな見てます。なんかすごいおすすめにすごい出てるらしくて、ここのお客さんにも言われて、なんか普段そんなあのゴルフの YouTube 見ない人でも、その YouTube 開いただけでおすすめに出てきて言われました。あ、そう。はい、そう、みんなね、みんなね。見ますね。はい。今日はちゃんとしっかり100切り応援して、はい、応援します。盛り上げてください。はい、頑張ってください。はい。100切りの今日の目標、一言ずつお願いします。100は切りたいですね、できれば。もうでも、あわよくば90切りたいです。まずはティーショット頑張ってやります。以上です。私もティーショット頑張ってやります。僕もドライバー力まずゆっくりと。でもこの10番ホールはあの OB がないみたいなんで、ちょっと思い切り振ります。一番初めは頑張ってください。はい、すみません。愛ちゃんから何かアドバイスをお願いします。はい、いや、皆さんティーショットを頑張るって言ってるんで、やっぱフェアウェイキープ率を高めてたら100も切れると思うんで、はいはい、ティーショット力まず頑張ってください。はい、はい、よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。これ本当に100切り選手権でいいんですよね。大丈夫ですよね、はい。よいしょー。うまくない？ちょっと左。今日のスーパーボランティア、エスペランスさんです。頑張ります、100切り。100を切るためにドライバーを曲げないように、かつ思い切り振っていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください、はい、まだ切ったことない100切れるように頑張ります。肝は多分長めのクラブがまっすぐ飛ぶことだと思います。はっきり目指します。まあ、ドライバーが肝なので、そこを重点的に自分なりにマネジメントしていきたいなと思います。はい、福切り応援の人、全てはシャンクがないようにそれだけです。で、皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ってください。さあ、どこ狙いですか？隣じゃなきゃどこでもいいです。わかりました。ナイショー。あ、ナイショットでした。完璧、まっすぐど真ん中っすよ。どこ行った？ちょっと上です、大丈夫です、まっすぐ、ナイスです。近づくに近づくにつれて100点に近い。だからドライバー10点、セカンド30点、ね、最後のね、1メーターのパターは100点で行けば行くのかなと思ってます。お願いします。頑張ってください。はい、頑張ると崩れるので頑張らずに楽しめ。あとはスピードが速くならないよ、リズムよく。だいたい2打目打てるところに行かないので、とりあえず打てるところにだけ行けば切れるんじゃないかなと思ってます。緊張しないで、のんびり やれば切れると思います。さっき言ってたリズムは本当大事なんで、毎回毎回全ショットリズム安定させてやればいけるかなと思います。よいしょー。よいしょ、よかった、今日1が出ました。よいしょー。軽く打つなー。おー、よいしょー。よいしょー、完璧じゃないですか。完璧だ。いや、飛距離180なんで。いやいや、関係ないです、飛距離なんか。ドライバーが当たれば多分100切れます。ちょろわない。飛ばし屋ばっかなんで、あの頑張ってついてきます、はい、女子一人なので、はい、まあ、アプローチとパターを
で、ちょっとそこで攻めたいと思います。頑張ってください。よろしくお願いします。このコースはグリーン手前に結構大きめのバンカーがあったりするんで、そういう行っちゃいけないバンカーとかに入れると1打2打3打と余計な打数が加算されていくので、もうバンカー入りそうだな、この距離打ったらバンカー入るなと思ったらもう手前に刻むとか、得意な距離を残して攻めていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。皆さん頑張ってください。頑張ってください。よいしょ。大丈夫です、うん、大丈夫です。あ、右だ。おー、多分大丈夫です、うん、大丈夫です。ナイスショー、うん、ナイスショー、完璧ですね。目標は今日は95を切ることで行こうと思ってます。お、ティーショット次第だと思ってます。今日は100切りの奴らがいっぱいいるんで自分のスコアはどうでもいいんで、みんなが100切れればいいなと思ってます。今日は頑張って100切りたいと思います。ボスの力を借りて頑張ってちょっと100は切りたいなと思ってます。でメンバーすごい恵まれてそうなので、はい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 、しっかり気合入れてやっていきたいと思います。おっと、おっと、バンカーは林越えた、バンカーは越えてったっすね。なあ、 OK です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 。おっと、大丈夫ですね、これも。おいよいしょ。客切りに対して一番大事だと思うこと教えてください。グリーン上で3パットをなるべく減らす。そうですね、押す。ありがとうございます。押す。ドライバーとアプローチが課題だと思ってるんで頑張ります。ドライバーを OB に行かないことだと思います。押す。同じくなんですけど OB を日本2回以内に抑えることです。応援組としてはドライバーは見えるところに打つのはとりあえず早道だと思います。あとは100ヤード以内を3打ぐらいで収められればいいと思います。頑張ってください。押す。おー、ナイスショー。本当に100切り？はい、強め。OB は行ってないと思います。大丈夫だと思います。おお、バンカーの先？うん、バンカー手前です。おお、2打目がやっぱり練習場ラウンドが少ないので、しっかりパワーオンできればチャンスが生まれるかなと思います。頑張ります。砂場に入れないです。砂場に入れない、はい、結構なんか見た感じ松の木が低く出てるので林に入った場合確実に出す。うん、はい、無理をせず確実にフェアウェイに出せば100切りに近づけるんじゃないかと思います。頑張ってください。そうですね、うん、はい、大丈夫です。おお、バンカー入っちゃいましたかね、うん、はい、大丈夫です。往復ビットしないように頑張ります。そうですね、はい、グリ前ですね。そうです。ドライバー当たらないんで、はい、今日は当てるぞ。当てるぞ。手もおしゃれな帽子をかぶっています。はい。アドバイス、まあ、リラックスして頑張ってもらえれば。はい。はい、ナイスショー。緊張した。やっちまった。うん、ナイス。今日は頑張って100を切ります。目標99。今日は OB を打たないで100切りをしたいと思います。曲げないように頑張ります。まあ、今ありましたように、ともかくティーショットで OB でいつも稼いじゃうんで、うん、ともかく OB を出さずに回れればいいと思います。10月の終わりに大会があるんで、ちょっとラフが深いんでボールがなくならないように皆さん自分のボールをなだけ探すように結構稼いちゃうんですロストボール で、はい、よろしくお願いいたします。みんな右に行くのが怖い、大きな怖いって言って、はい、本当に林に向かってパーン打ってる、はい、で僕もあれなんですよ、はい、なんかロケーション的にちょっとこう右に広がってる感じですよ、うん、左側にティーグラウンドの位置で左側に立ってしまうと右側がすごく広く見える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 余裕、はい、で逆に右側に立つと右側がちょっと消えるんですよ。はい、分かりますか、はい、なので、できれ
ば、ポイントとしては真ん中から右側に立つのが私は正解かなと思います。え、逆に、はい、広く感じないから右に打たないってこと？左側に立っちゃうと、うんうん、広い広い余裕がこう、こうなるこんな広く取れちゃうね。こうなる。で、こっちだと右側に立っちゃえばこうポイントで狙えると思うんですね。こうならないってこと？そうそうそうです、そうです。確かにこうなる。まあ、右と良しとするのか左を良しとするのかっていう話になっちゃうんですけど、私だったら この辺にピンセット、はい、で、なるべくこう広い旗ぐらいを目標にあとなんかぼやっとしてると狙いどころぼやーって見ちゃうと本当散らかりやすいので、もうポイントで狙いどころ決めていく方がいいと思います。例えばバンカーだったり、あの正面のカートがあるバンカー狙いとか、右ら辺とか左側とかってよりかはもうポイントを決めて打った方がどれぐらい自分がこう誤差で曲がったかっていうのが分かると思うので、その辺は私はそういう意識でラウンドします。わかりやすい。ありがとうございます。ありがとうございます。この会場からちょっと、ね、寄せ書き風にしようってことで謙虚でしょだいぶちいちゃうすげえ。うん、左にちゃん、うん、大丈夫大丈夫。おお、完璧。完璧じゃん。よし、オッケー。うんうんうん、ポーズからストレッチ。うん、出てこい。あ、大丈夫。あ、大丈夫ですね。はい、チーズ。はい、いただきます。いいですね。リラックスが大事ですからね。今日100切りどうでした？あ、ちょっと厳しいかもしれない。お腹痛そう。前半打っちゃって、後半まんまんない。パターンが必要で、回復。ファイブパットして、スリーパット3回、ワンパットなし。ポンコツすぎない。お姉さんどうですか？今日どうでした？今日は割と良くて、スリーパット1回で抑えてます。100ミリできそうですか？ギリ。頑張りましょう。100ミリどうですか、お姉さん？私、いけそうです。いけそう？はい、順調にいってます。後半、パワープレイだったらいける？後半パワープレイ。いや、アンダーで。アンダーで。よろしくお願いします。強気。97でした。おめでとうございます。まず全身ハイチーズ。90。おめでとうございます。はい、96。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、93です。おお、皆さん。はい、おめでとうございます。84。84。おめでとうございます。93。はい、取りました。ありがとうございます。バイスか。はい、18でした。95。おめでとうございます。96回です。おめでとうございます。91。おめでとうございます。91。おめでとうございます。おめでとうございます。できました。おめでとうございます。お名前を。はい、おめでとうございます。いいな、いい顔してんな、おい。100切りできました。ありがとうございます。おめでとうございます。チャーシューの？おめでとうございます。山さん。おめでとうございます。おめでとうございます。アフベスト更新しました。お前、やります。今日は95。全員。先輩も来てきた。全員。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。リンゴルフオープンニュースのお時間です。11月4日文化の日の振り替え休日は静岡県葛城ゴルフクラブ、これは名門コースですね。あと11月25日ですねは兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますのでぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、
こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します。おー、リンゴルフオープン2019の大トリを飾るのは2020年1月17日埼玉県ランザンカントリークラブです。うん、いいコースだ。来年ということもあり、実は参加エントリーをしてくださっている方がとても少ないんです。決勝進出を目指している方はおすすめです。リンゴルフオープン2019も少なくなってきました。皆さんぜひご参加ください。来てください。お待ちしております。待ってます。バイバーイ。